こんにちは、ゆうゆう亭バイスシュワルツチームのメイです。今回はブロガーさんをお招きして対戦動画を撮影させていただきました。今回は、小平さんと対戦させていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回小平さん、どんなデッキを使っていただく予定ですか？はい、僕が今回使用するのはリトルバスターズの、遥かと彼方を軸にしたデッキですね。はい、で、まあ僕がこのデッキ大事にしていることの一つとして、はい、無表情で不愛想彼方の相手の効果を、相手の起動効果封じのテキストがあるんですけれども、はい、それをこううまく見せたいなと、ひなろじ相手に見せたいなと思っているところですね。はい、はい、かなり、メタというかいやらしい効果を持っているカードですね。そうですね、すごく大事なカードで、これから大事になりそうかなっていうカードだとは思っています。はい、はい、私メインはひなろじの有効デッキを使わせていただきました。はい、はい、それではどんな対戦になるのかといったところですけれども、はい、早速対戦動画の方に移っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、では対戦動画スタートしました。先行はダイスで、決めます。はい、画面右手私メインが4、左手小平さんが2ということで、私からスタートさせていただきます。はい、こちらは2枚のマリガンですね。お、まあ、3レベと、まあ、クライマックス0以外を、はい、とりあえず落とすという形で。僕も同じ感じですね。はい、では先行第1ターンスタートです。クロック2ドロー、今不要な札を置かせていただきました。で、そうですね、まあ割られないことを意識してちょっと大きめのキャラを前に立てましたが、はるかなた総裁あるから最初4枚落下の方出してもよかったかなと思わなくも。まあでも引けてなければ割れないので、で、まあ、すごいよく決まりました。さすがですね、かなたが登場しました。はい、いいんじゃないかなとは僕は思うんですけど、そうなんでしょうね。小平さんがここで2パンするかどうかな、ね、はい、そうですね、まあハンドにリトルバスターズでリッキーがいて、あとはまあ集中もいて、でこれから先こう2パンしてもこう困んなそうというか動きやすそうだったので、ここはストックと打点を意識して2パンしました。はい、で集中を配置して中央の返しのサイズを上げ、気持ちいいで、かなたのフロントアタックから、はい、トレジャーを、この宝も強いですね。そうですね、うん、今度ドラニが宝に変わってですね、連動打ちやすくなったのはとても嬉しいですね。はい、で効果でトップに盛られまして、はい、これは、まあ、扉回収先4000もいますけど、控えにキャラちょっと減らしたいのと山を増やしたいのもあって盛りました。はい、ひなろじ側の第2ターンです。ここは確かそうですね、ツインドライブのイオンを置いてドローしてます。はい、でまあ総裁残ったんで、まあ、そこを踏みつつ、まあ、手札結構揃ってますよね。そうですね、普通であれば結構いい流れでこのトランスのターンまで持っていけるかなと思ったんですけど、はい、そうですね、もうこの組み合わせを決めた時点で嫌な予感はまあ漂ってるわけで僕はいかに軌道を封じるかっていう感じですけど、そうですね、はい、そうですね、控え岡県のクライマックスが落ちて、これ強いですよね。序盤のソウル2点増えるってすごく偉くて、これに結構助けられること多いですね。1周目の打点を多く入れたいですからね、できる限り。そうですね、はい、まあ、ここでも結構頼もしいですね。ただこの1点でもクライマックスが見えて、まあ、そうですね、早い、しかも同じクライマックスなんでもんなのかな相手から入ってんのかなって分かんなかったんですよね。ですね、まあ、これは、まあ、まあ偶然にしちゃできすぎたと思いながら、まあ、落ちてる方がいいわけですけど、そうなんですよね、はい、集中ひねってればツーヒットだったっていうのはちょっと思いつつ、まあでもしょうがないですね、うん、ここは安定卓の光をかけるの方がいいと思います。でまあ相打ち取られても問題ない4ルックですね、はい、のニーナでフロントアタックさせてもらいました。2点
僕の方からするとこう1レベルは2色なので、はい、こうまあ止めた方が4点は止めた方がいいんですけどこう6度目っていうのは結構辛いですね。そうですね、まあはい、あのクライマックスの色と連動のクライマックスコンボの修羅場ですね。そうですね、色が噛み合わないのがちょっと辛いところ、はい、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですけどまあそうですね、また黒の見えましたね。見えちゃいましたね2種類目の扉がここで見えました、はい。じゃあ古毛かってこう僕はなんか古毛だとちょっと安心しちゃうんですよね。まあリトバスだからっていうこともあるんですけど、あ、まあ回収メタこう3レベル最後結構あの連動は理不尽なので、はい、ああそっかそっか、そうですね、モン連動ですか。結構最近は古毛のヒナロジの構築流行ってますけど、こう相手にしてみるとやっぱ古毛の方が楽というか、やってくることが分かりやすいですし、こう上振れも少ないので、まあ、そうです ね、 打ってるとあのモンレンド弱いんですけど打たれると嫌なんですよよくある、はい、使われると嫌なですね。で僕はここであの起動封じをドローしたので、もうここはまあしかももうたとえここで緑を降ってきてもスタンバイで起動封じを出そうって決めてたんですけど、はい、まあ、ここはこう手札にあるフィレスっつうんですか、はい、で、まあ、起動封じのカウンターを落としてスタンバイ出すっていう動きを決めてますね。なるほど。で、まあ、そう、まあ、開始のハンドも欲しいので宝もハンドにあるんで、そうですね、もう準備2ターン先の準備までもうされてます ね、 ですね、はい、って感じです。これ2ラッカからですね。あ、もうゼロが見えましたね。まあまあ採用してもどうせ変わんないですで、見えてないストックが嫌いなので、はい、あ、なるほど、ってのもあるし、見えて安心できましたね。いやー、もう控えにあれが落とされた時点で戦々恐々としてるんですけどこれね、もう半ば茶番で、まあまあ、でもね、こう強みというかデッキの強みは分かりますよね。そうですね、こう別にヒナロジに限った話じゃなくて、あの起動が使えないっていうのはすごく大きいと思うんですよね。そうですね、集中もひねれなくなりますからね。ですね、ヒナロジは特に結構集中がまあ単列として強いんですけど、はい、それも封じれるっていうのはかなり何ですか、デッキのアドバンテージというか差が生まれるところですよね。うん、ですね。ここはキャラクターがいないので仕方ないのでかなたになりますけど。あ、もうね、気持ちいいですね。いや、もう後ろに置かれちゃうと触りようがないんですよね。二度と前に出さないですね。はい、やめていただきたい。もう結構集中に依存してるデッキであれば、もう結構有効な手段になり得るので、そうですね。この後列は動かさないかなって感じですね。非常にしんどかった。はい、で後列は結構喧嘩するデッキなんですよね。はい、そうですね。カリスマというか、風緊張かなた。で集中と、まあ、あと起動封じは後ろに立てたいので後ろ、って感じなんですけど、あとは2レストで2000パンプするやつ、はい、あと単レスト1000パンプの全体500パンプ、ね、そうですね、僕の場合入れてないんですけど。あ、そうなんですね、はい、で、まあ、こういった喧嘩するんですけど、自分も山の管理は大事にしたいので、大体集中は後ろに置いておきたいですね。2枚目の集中をこう手札に持てることができたら前に投げますけど、うんうん、っていう感じですね。はい、4枚ル4ルックを、そうですね、まあこれがあるからまだヒナロジはマシですよね。そうですね、山の回転はそれなりに、はい、これもう2-1捨てちゃっていいと思いますけどねそうですねもしかしたらね、こう相手がね、こうあの無愛想、もう名前を覚えなせないな、無愛想、無表情で無愛想かなたですね、お前に出すかもしれないっていう望みありますけど、はい、もう僕二度と前に出さない決めてるので、そう、もうトランスね、諦めちゃうのが、まあ、丸いかなとは思うんですよね。難しいですね。そうですね、早々に見切りつけるべきでしたね、はい、ここも、まあ、赤がなかったっていうのもありつつ、はいはいはい、あ、そうかそうか、赤なかった、はい、ここでもまた、ま、これ怖すぎるんですよ1周目 の、 あのソウル2点上昇はやっぱ強いですね、はい、ソウルの暴力で、はい、あれで結構簡単なゲームになれることがありますね、うん、はい、でスチェックスを立てて、はい、ルックですね。そうですね、トップチェック
これも強いですよね。そうです。なんかテキスト過剰ですよね。全体パンプとレストパンプと。しかもなんかトランスっていうんでしたっけ、はい、トランスの元になってるっていう。そうですね、あのかなり優秀なカードですよね。ちょっと楽園ロジックのスリーブを使っているところからもさせていただいてまあ楽ロジの用語でちょっと言わせていただいてますけど、僕ね忘れちゃうんですよトランスって呼び方を。作中ではもうトランス、はい、うん、で合体で出てくる方をトランスユニオンっていう風に言ってる。そうなんだ、はい、これは、まあ、雑学ということで覚えておいてまあ覚えていただかなくても結構ですけど、はい、でまあ、一応3面触れるそうですね、うん、まあ、このターンはまだ起動使えますからね。そうですね、はい、助太刀圏外で、はい、まあ、2000件が一応彼方にあるので。あるっちゃありますね、はい、バニラ2000カウンターですよね。そうですね、はい、思いつついやでも真ん中相打ちってあんまり美味しくないなということで真ん中に振らせてもらって、はい、そうするとサーチテキストは使えないですけど、こうまあ古い扉だし、うん、そうですね、まあ、で、ここでもう8枚見えてるんですよね。だからもう角山さらしたくなくてひねるかどうか悩んで、ひねると優子のサーチテキストがはいレストさせる対象が前しかなくなっちゃうからっていうのでちょっと考えますね、うんうんうん、まあでもやっぱり角山はそうですね、まあ、これ削った方が絶対いいですね、はい、はい、ということで集中打たないと5枚ぐらい残りますか4枚でしたっけ、ちょっとまあ分かんないですけど5枚くらいかな。さすがにそれをさらすとね、うん、で僕宝まだ打ってないんで結構一方のゲームになっちゃうかなって感じなので大打点はもらいたくないですね、はい、ひねるの安定かなと思います。まあ、もう次のターン修羅場からの連動までこっちもさっき宝手札に入っていったの見えてますからね。はい、いや、まあ、あの連動しないと実際ハンドはそんな持たないですね。こうなんていうんですかね、宝とスタンバイっていう組み合わせあんまり僕好きじゃなくて。はい、まあ、てか宝がそんな好きじゃないんですけど、キャラに変換しづらいっていうところがすごく嫌で、まあこう連動がすごく強いからっていうか強力だから入れてるんですけど、3種類カードがあって3種類とも連動がすごく強いので。そうですね、はい、控え回収ストックブースト最後の2点番2点番ですね、全部強いですね。そうですね、そしてイラストも強い、はい、そうですねはるかカナタファンにはたまらない仕様ですよ ね、 すね、これ今回のエクブで、エクブで、エクブですよね、エクブです、ね、あの光るとイラストが変わるっていうカードがいっぱいあって、はい、すごく嬉しい仕様ですね。これはあの結構カジュアルなところがあるのでデッキのホロとかノーマルとかぐちゃぐちゃなんですけど、あいやいいと思います、はい、特にイラスト変わるものについては。そうですね、あの一連動のカナタも、はい、変わりますね、変わりますね、変わった方も好きですね。ああの今レベル置き場にあるやつですね。ああ、ありますね、はい、あとは3レベルのハルカもイラスト変わりますね。そうですね、はい、あれもねめちゃくちゃいいんですよね。小平さんは確かレビューで水着の方だっておっしゃってましたね。あの水着、まあ動画じゃ言わないですけど結構なね、なんていうんですか、です、ね、結構な目の保養ですね、大胆な、うん、大胆な水着なのに、ね、出ましたねすごくいいですね。ここの2ヒット、まあ、手札の補充と考えるのであれば、はい、ただ修羅場の連動があるから、これまあ山の蔵まだ残ってるので見えてよかったなってところはありますね。まあ確かに戻る蔵間として偉いですし、まあ機械回収2枚っていうのはすごくありがたいですし、うん、まあ、ただちょっと過剰なのでどうしようかなって感じですね。なるほど、3枚落下、3ルックですね。そうですね、まあまあこれは必須かなっていう感じですね、うん、1枚はね当たってくれないと困ったんですけど、はい、今探してるのはあの比較される姉妹はるかなんですけど落ちてないのでしょうがないから、なるほど、まあ、2枚にするかって感じです。先にそっち打っとけって感じです。ああ見えましたね。そうですよね、いやまあアトレジャーだったんだっけ。そうですね、見えてなかったのかな。だから先にそうか、1コスト払って集中打ってると集中のコストであれが落ちるのか、はい、そっちにしとけって感じでしたね。で山にどっちが残ってたんだっけ、スタンバイかなが残ってるんですけど、まあ
2枚山を残すのも嫌なので3枚見ちゃいますね。でここでそのスタンバイが、そうですね、これね、なんだっけ、掛け持ち委員長かなたが機械に落ちてるので、はい、出せたら強そうだなって単純に走塁としてもラインとしても、そうですね、相当きついことになるね。なる時間に思ってたんですけど、まあ別にめくらなくてもやっていけそうなので3枚目めくりました、はい。で、ここで白川、まあ、ここまでできるともう楽ですね。かなりきついですね。融通の利かないかなたは今回かなり強い追加でしたけどですね、まあ、デメリットもそんなに気にならないですからね。そうです、サイドアタックできないっていうのは、まあ、最後の打点調整の時ぐらいですかね。そうですね、ちょっと融通利かないなと思うの、はい、ですね。で、まあ、ここで連動を打たれて、まあ、打ちますね。綺麗に3面踏まれて手札を保持する手段のかなり限られたひなろじとしては、そうですね、かなり辛かったですね。で僕はまあ開始に出てくるであろうひなろじの1レベルのキャラたちを割れるカードを持ってないので、はい、その辺を今引っ張ってこようかなっていう考えてますね。ね、ひなろじ地味に2000件あるんですよね。そうですね、怖くて優子の前に置けなかったですね。ああなるほど、はい、確かに回収できないで返されるのとはかなり大きいですから ね、まあ、手札1枚使わせるならはるかでいっかみたいな感じです。まあこっちとしても優子、前にいるのが全部優子ですけど安らぎ優子残してもあまりうまみはないけど、ね、まあもう合体封じられちゃってる以上ソルで押せなくなって、そうですね、そう僕が言ってどうするんだって話ですね。突っ込まれちゃいましたしそうですね、トランスもできない以上、そうですね、もう打点をダイレクト枠作って少しでも押し込みたいっていう意図はありましたね。まあ、そうするしかないですよね。うん、こうっていったところでこうリトバスの彼方が出会ってしまった時に、はい、こうひなろじの構築をどうするかっていうところも僕は今すごく考えてるんですけど、はい、難しいですね。優子だけだとまあ合体でトランスまあもうトランスができないんで、はい、3レベルで素出しで連動を狙うかっていう話なんですけど、はい、そこまでねやっぱりその連動だけだと強いカードじゃないのでですね、マーカー枚数もかなり減っちゃいますからね。そうですね、素出ししてもねマーカーの数はそこまで増えないですし、マーカー貯めてる間にもう3レベル終わっちゃいますし、うんですね、難しいですね。となるとまあ他のロジカルとキャラクターを使うっていうのも、そうですね、はいですね、まあありかなとは思ってますけどねえ、まあ、ただかなただけ見ればそうですけど、うん、他のデッキも相手は使うので、そうですね、難しいとこですね。でまあアタッカーを吸ってきた私ですね、はい、会心の有効を踏めるラインのそうですね、そう、ここでね、ちゃんと踏まないと何のために軌道封じてるのか分かんないんでで、後ろの彼方だけは絶対前出したくないので、うん、はい、そうですね、こんな感じですね。もう前に出てきたら嫌でも踏みに行かざるを得ないんですけどまあここでもうトランスを完全に諦めて、はい、1枚を見て、共感五感の真疲労、そうですね、僕はあれを入れてないんですけど、はい、まあ実際4000に全体パンプと集中のパンプが入ると5000でもすごく強いんですけど、はい、僕はあのなんかなんていうんですかね、こうどうしても1周目にドドドドって入れられちゃった時にこうなんていうんですか、返しづらいっていうんですかね、こうアグロっていうんですかね、あ速攻系ですね、そうですね、にこう対応できるようにしたいので、霞の五感、ああ、うん、3000の初段の方ですね。そうですね、入れてるんですけど、あれもかなり、そうですね、でまあ地味に3000あるのが偉くて、効率揃っては4000で回収のターン立てますし、まあ数値としてはいいのかなとは思ってますけど、確かに確かに、まあでも4000強いですね。まああえなく初手で処理されてしまいましたがあれはたまたまだったんですけど後半もワンチャン使えるの で、 そ、 うです、ね、そこも好きですね。こうどう考えてもストック総裁食らうやろっていう優子を後ろに下げたりとかしたりしてますね、うん、なるほど、はい、
まあ優子の効果で手札をごまかして戦おうという、まあでもこれですよね、これしかないというか、はい、これがあるからいいですけどね、あとはどう打点を入れていくかって感じですけどですね。まあリトバス側も1、6リフレッシュ、はい、打点をただでさえ打点が伸びなくなって辛い日なのじに足がさらに襲いかかるという、そうですね。あとまあデッキのまあもう起動し、まあ、してる時点でだいぶあれなんですけどこうデッキの強みというか差として、こっちは詰め手段が豊富に、豊富というかまあ強い詰め手段があるのに対して相手はこうそこまでではない、しかないですからね。そうですね。のとあとは回復においてもこっちは回復メタ、はい、こうまあ効かないというか防げるのに相手はね邪魔されてしまうってところで、結構これから差がつくことが予想はされるんですけど、はい、あとは打点の入り方ですね。そうですね。まあ打点じゃなかった、手札を維持するんだったら、あとは打点をごまかすんだったら、まあ、2回トリガーをめくるしかないっていうので、優秀ですよね、はい、リオンを加えて手札いっぱいありますね。扉と、そうですね、安らぎの時間有効で本当にごまかしごまかしっていう感じなんですけど、どうしてもソウルイのキャラは3レベルまで出せないので、はい、そこですね、いかにダイレクトを食らわずに殴っていくかってとこかなと思うんですけど、すげえヒナロジ側の視点に立っちゃいますねあ、そうですね、僕がよく使ってるデッキなので。ああ、なるほど、はい、ここ3ヶ月か4ヶ月ぐらいですかね、ヒナロジばっかり使ってましたね。お、はい、結構長い間でしたね。そうなんですね、あの手になじませたいっていうのもあったんですけど、うん、いや嬉しい限りで、残念ながらTCG の方終わっちゃいますけどそうですね、ヒナロジのね、まあ、こう作品は結構人気があるので、キャラクター結構可愛らしいキャラクターも多いですしね、そこら辺は続けてほしいかなとも思うんですけど、なかなかね、元が TCG から始まってる作品なので難しいですよね、はい、で起動封じました。はい、起動封じられましたでこれあの自信を持って5000割れるキャラがいなかったので、あ、なるほど、集中を使ってますね、情けない限り。いや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 、本当はここひねりたくないんですけど、もう山の山を維持する感じですかね。本当はひねらないでそのまま殴りたいですね、ここの集中本当はいらないんですけどあ、でもこれで確実に踏める面と、まあ、あとは帰ってきそうな面ですよね、あの21のはるかは。まあそうですね、これ本当渋々ですね、集中、あの集中の500パンプとスティックスの500パンプで6000まで見えてるんですけど、はい、それが手持ちじゃこう突破がまかなえない、こう2レストでねこう2000パンプ2000パンプすればいいんですけど、そうするとこう今度は集中を潰してしまう、はい、で集中がないっていうのは結構不安だと思っていて、こう弱くなってしまった山をやっぱり崩したいって時は使うので、うん、そうですね、はい、このはるかは昔のカードプールのカードにしてはかなり、はい、そうですね、2190、まあなんかでも最近にしてはちょっとスペックが、まあ、最近は1万まで出ますからね、そうなんですね、低いかなとは思うんですけど、こうどうしてもこう触りたいラインに届かないことが、うん、このなんだろう、他の21だと多いので、はい、21とか22だと多いので入れてるんですけ ど、 なるほど、これはまだでも調整段階ですね。そうです、どうしてもね、不愛想な無表情で不愛想かなたは前に出したくないので、はい、アタッカーとしては使いたくないっていうのもありますし、ただ後ろ一面あれに取られると今度パワーを上げる手段もちょっと限られちゃう、そうなんですよ ね、 ところですかね、はい、そこが悩ましいところであるんですけど、大体まあこのデッキの場合は後ろの夢はアリになりますね、うん、で集中をこう、まあ、2枚目持てた時は、まあ、ひねらないターンは前に出して、そうですね、でまあもちろん風紀委員長かなた出したいので、はい、そういうシーンも
これから来ると思うんですけど、はい、って感じですね。19000の枠はね、ちょっと悩んでるところですね。どうしてもこう僕は相手を割ることをすごく大事に、はい、相手のキャラを割ることを大事にしてるんですけど、っていうところでどのカードを入れようかすごく悩んでる枠で、あのなんだっけ、22のなんだっけ、あのカード掛け持ちですかね、掛け持ち以上の2枚目を入れてもいいかなとは、はい、ソウルにもありますし思っているんですけど、こうね、結構あのカードってスタンバイで出すことが前提のコストの多くて、そうですね、ちょっと重めなカードですからね、はい、比較される姉妹の連動をすごくたくさん打ててて、ストックが溜まってれば素出ししてもいいんですけど、うん、ちょっと2コスト気になるのでこれを入れてるって感じもありますね。なるほど、はい。でまあスタンバイで仮に1レベルから出てきても9000って数字が触れられづらいってところが好きですね。8000だとなんか割とね触られたりするんですよね。この9000っていうのがちょっとちょうどいいんですよね。確かに、はい、ここはまあでも悩んでますね。はい、はい、ひなろじ側も手札を手札いっぱいありますね。そう、ごまかしながらやるのでいっぱいいっぱいですね、はい、ヒールたくさん持ってますね、はい、はい、今はまだいないから持っとけみたいな。そうですね、まあ効率としても単純に優秀ですからね、2000マップっていうのほんとそれですよね。で除去効果もついてる、はい、こうひなろじの強みですよね。あれをこう入れないひなろじはなかなか考えられないというか、うん、強いですよね。ですね、このひなろじはあのリオンのドッキングドキムじゃないわ、合体じゃないわ、トランスですね、トランスですね、はい、は入れてるんですか。いや、このデッキには入れてないんですよね。僕あれも好きなんですよね、こう2レベルから場面が2000円出す。そうですね、ゆうこと一緒によく出したりしますね。いやもうゆうことリオンのトランスが両方決まったら、はい、2レベルで決まったらもう、もうね、恐ろしいですね、ガチガチですね。こう特殊相殺してくださいって感じなんですけど、ひなろじのために入れざるを得ないと言っても過言ではなかったような気もしますね。また扉ですね、はい、ハンド減らないですね。ハンド減らないです。本当にハンド減らなかったです。あのリオンの、はい、あのヒールトランスか、トランスもまあえらい時があって、はい、こうひなろじが一番困るのが学園長のアラームが使えないことなんですけど、はい、こう山札がちょうどクロック2ドローしたらリフレッシュしてしまうみたいな時にこうリオンのトランス元の2枚を持っておけば、こうヒールでリフダメを除去してアラームを復活させられるっていう動きもあるので、そこら辺はプレイングで結構難しいんですけどっていう動きもできるので僕は好きですね。また扉を過剰ですね。過剰です。扉を噛んで、入ってサーチしてまた噛んで、そうですね、8枚かな、はい、8枚ですね、はい。こうなってしまった時のこうデッキの卓をなんかひなろじは模索したいですね。ですね、はい、まあ、噛んでしまった扉をで、まあ、これで吐きつつで扉で持ってくるカードっていうんですか、はい、こう今は、はい、有効を持ってきてますけど、はい、ね、あれはもうマーカーの入るパンチャーってだけなので、こう第二の卓というかそういうのが欲しくなってきますよね、こういう起動封じとか見ると すごく今悩んでますね。とりあえず僕 今のひなろじには4点バーンを、はい、あの4点バーンのリオンか、初段のダブレアのを、まあ、ピントをしてるんですけど、はい、ね、えそれだけでもちょっと力が弱いというか、うん、ちょっと足りないかなって思うので、なんかねいい感じなCX 連動じゃない爪とか欲しかったですけどね。あるのか、うん、真宙が一応その発明品控えにある発明品の枚数バーン、はい、数バーンでしょ、はい、飛ばせるのはありますけど、はい、確か3コストと手札の定理者キャラか、真宙の発明品の1枚コストだったかな、はいはいはい、ロジカリストですね、はい、
ていうのを入れてもいいかなとは思うんですけど、結構構築が難しくなってくるので。そうですね、はい、トランスっていうところでギミックで枠取られますからね。そうですよね、本当に枠がなくて、1レベルも2種類今名産入れてらっしゃいますけど、はい、どっちの交換も優秀なので。そうですね、色が綺麗にパクッと割れちゃうんですけど、まあ、そこでしょうがないんですけど。お、僕カリスマらしいですね、はい、カリスマっていうか副緊張ですね、はい、もう横張られて白に向いてます。もう、ね、もう最高ですね。いややっとストブシナジーを打てました。この、 あの比較されるシマリをもう本当はもっといっぱい入れたいんですけど、はい、ここも枠の問題でちょっと絞ってますね。今どのぐらい採用されてるんですか？2頭しかしてないです。ああ、なるほど、はい、このカードがまた集めづらいですね。リトルバスターズエクスタシーのコモンカードですね。そうですね、以前はこうリトバス使ってたので、はい、家にいっぱいあったんですけど、もう追加コンやろうと思ってちょっと読めませんでしたね。あの追加はこうリトバスのなんていうんですか、こう作品っていうんですかに、こう新しい作品が出ないので、こうカードミッションも結構ソーシャルゲーム、はい、そうでしたね、の追加でしたけど、あれも結構ありがたかったんですけど、こう新しい作品がないので追加来ないかなと思ってたら10周年ですからってびっくりでしたね。そうだね、嬉しいんですけどカードなくなったなってなって集め直しましたね。あ、ここの3点キャッチでかいですね。でかかったですね、戻り枚数もさっき噛んじゃったんですもんね。こうなると辛いですね。そこがね、やっぱりなんかのリトバスの強みというか、相手の行動を縛りながらじわじわと。そうですね、で詰みが強い、なんか結構隙がないような気がしますけどね。そうですね、まあ、はい、あとはパワーラインかな、個人的には、ね、はい、うん、それはすごく思いますね。ラインは結構貧弱じゃないですけど、もう少し欲しいなっていうラインしてるんですよね。そうですね、環境を見るならもうちょっと1段階の上のラインが欲しいですね、はい、ですね。効率がまあ1000応援が立ちますけど、はい、もう上位応援欲しかったですね。あ、3レベル贅沢はいらないですけど、うん、はい、彼方が、彼方じゃない、はるかが1500で立ちますけど、はい、シナジーで13500、ちょっとね、もう少し欲しかったですよね、うん。私もハルカナタが好きで、はいはい、デッキ回してる口なので、その辺は非常に共感できるところがありますね。今度あの地区でもらえるプロモーションの、はい、サヤ、あ、逆圧縮のサヤですね、ですね、あれの3000パンプはすごくいいなって思っていて、はい、あ、ちょうどいい追加だなってすごく思いましたね。今だと TD の力が確か3で、あ、そうですね、あれでも連動入れないで入れるのは嫌なんですよね。あの、でも連動クライマックスも今回ようやく、あ、そうです、扉になりましたね、はい、最初はあれちょっと使ってみてたんですけど、はい、結局はるかなに落ち着きましたね。やっぱなんかまとまったパーツが存在するプールですからね。ですね、1レベルが結構悩ましいんですよね。タック多いですよね、はい、しかもラインがなかなか出しづらいんですよね、はいはい、1レベルはもうどうしようかなって感じのカードが多くて、うん、128000の駆動入れるみたいなスタンバイで、そうですね、悩ましいですね。スタンバイで出せなかったら2コストかかるけどみたいなカードなので、うん、ですね、はい、さて、話がかなりされてしまっておりましたが、ひなろじ側はようやく3レベルに上がったということで、ゆうこのレベル3をこれでもかという場面ガチガチですね、はい、ただ回復を言わせてもらえない、ゆうこを1面立ててリオンで1点回復するか、ゆうこ2面立てて面を取りながら回復を諦めるかっていうところで、はい、ちょっと考えはあったんですけど、ここはどうした方が良かったんですかね。ちょっと難しかったですね。マーカーを貯めて、でこれで数字が上がって、はい、13ですね。はるかなたの数字だったら触ってきづらいだろうというラインまで上げてしまう、ね、本当にそんな感じですね。
思い出に行っていただいて。まあやっぱりあのラインがすごく不安なので、あの着ぐるみささみとか、はい、こう2レス2000パップでこう補助したいというか、うん、っていう感じなんですけど。そうですね、着ぐるみささみの面がちょっと弱くなってしまうのが個人的に本当にそれです、気になっちゃうところでしたけど、まあ、あのカードもこうサーチで持ってこれるのがすごくいい、うん、あスポーツ持ってますからね。そうなんですよね。それがまあはるかなにちょうどいいなって感じに入れてるんですけど。確かに確かに、今回追加されたサーチカードで拾ってこれますからね。そうですね。そしてリトルバスターズ、はるかな側も3レベルに上がって、ここめちゃくちゃ悩んでますね。どういうタコがあったんだっけ。とりあえずストックの4枚目にあるカードを、はい、がクライマックスだったような気がするんですけど。そうですね、さっきのとおり初版でスタンバイ噛んで悶絶してらっしゃいました出せないっていう。そうですね、でどうしようかなっていうのと、あと手札に来たこうスタンバイを戻したいので、はい、まあサーチ処理から入った方がいいのかなっていうところなんですけど。それ以外だともうそうですね、手札を切れそうなカードがないのか。はい、僕なんでささみから出したの、ささみから出しちゃうのかなあ、ストックが見えてないんですね、1枚ね。あ、そうですね、でも最後のストックブーストの でも引いたから8枚やったのかな。あ、わかんないですね、ちょっと思い出しづらいですけど、確か4枚目は諦めるっていうタックになって最終的になってましたね、はい、そしたら今はサーチ処理からいった方がいいのかなっていうところで悩んでるところですね、ここはね。残り1枚の山札で拾ってこれるかどうかっていうのもちょっと重要なところですもんね、はい、まあそうですね、まあ最悪でもその手札1枚は捨てても戻りを良くした方が今はいいので、うん、終盤ですもんね。そうですね、でまあアタックする手札は足りてるので、まあ失敗してもいいかって感じで、とりあえずスタンバイを戻すところからですかね。なるほど、まだ悩んでますねここで、まあ、サーチですね、はい、どうぞ1コスと、はい、で手札のカードで困りでしたって感じでこの困りもすごく大事なカードですね。2落下です、はい、これでサイド押しても大丈夫になりましたね。ですね、選ばれなくするっていう効果は非常に偉いですよね。ですね、リトルバスターズって本当にプールが広いだけあって、うん、面白いカードいっぱいあるんですよね、うん、中でも今の困りは入れたいなってカードですね。最近はあのこうバンドリのなんだっけ名前忘れちゃったな、どのアリサか、はい、ソウルマイナスをするアリサ、はいはいはい、が対象を選ぶので、あ確かにそうですね、はい、あれに選ばれなくしたりとか、あとはもちろん、まあ、払い出ししたカードをスタンバイで払い出ししたカードがあればそれをアンタッチャーにつけたりとか。風が多いですもんね。そうですね、あとはまあいろいろ役割ありますね、こうまあ恵みとか、はい、あまあ、レビューでも書いた気がしますけど、確かに、はい、こう結構相手の邪魔を、あとはそうですね、諭吉とか、あ、はい、ホラーは苦手ですね、もう防げたりするので役割すごく多いので絶対に入れたいカードであるんですけど、はい、このデッキの場合だとリトルバスターズ力かスタンバイでこう出すしかなくて、はい、それで悩んではいますね。集中でも触れないですし。そうですね、今回万能で拾えるユイコの集中が追加されましたけど、ですね、で2落下目とリフダメですね。まあ宝連動でも引っ張っては来れるんですけど、はい、後半はねもう相手を割ることは多分無理なので、ね、序盤で持っとくしかないんですけど、うん、相手のタイトルによっては序盤で離さない動きも大事かなとは思いますね。確かに、このサイドカーも結構でかいですね、今はね。そうですね面を開けてもらえない辛さがこちらとしては、はい、ですね。一応ソウル2のパンチャーは手札には持ってはいるもののといったところですね。で1点ヒールですね。この回復方法も噛み合ってますよね。本当ですよね、ずるいですよね本当にめちゃくちゃずるいですよね。
かもね、強い爪が書いてあるってもうね、はい、この組み合わせ本当にめちゃくちゃ強いと思いますね。鬼強ですね、はい。でなんかこう個人的な印象なんですけど、最近はこう山を作るのをそんなに重んじないというか、うんうん、そんなに重要視しないで爪に寄ったりとか、そういうデッキが多いかなって感じてるので。なるほど。結構この2点バーンとか適当に打っても入っちゃうので。2点バーンって2っていう数字絶妙ですよね。ちょうどいいですね本当に。複数面こう遥かの連動すれば3、2、3、2ってもうそれだけで1回3が入ればあと2点バーン2回入るだけみたいな、はい、ちょうどいい打点ですよね。ここは連動なしで、また1回目にスタンバイ。1回目のスタンバイはちょっと悩ましいですね。そうですね。まあでも開始のソウル2出せましたって感じなので、まあいいかなって感じはしますけど、うん、でも対応がない時のためにもササミ入れてますね。なるほど、はい、ササミもハルカナタのデッキで拾えるようになったっていうのが。そうなんですよね。サーチで触れるの本当に偉いですね。はい、噛み合いますね。ですね。で、なんか相手にめちゃくちゃ止められたんですけど。ああもうここでサイドでダイレクト開けないのが行きましたね。はい。あと7点相手は入れなきゃいけないってところでダイレクトが1面開かないのめっちゃでかいですね。ですね。うん、いや3、3、2、ね、ってなればもうちょっと入れやすかったんですけどね。現状だと3、2、2、あでもちょうどいいの、まあ、まあまあ一応7点は作れますね。そうですね。ただ3が止まっちゃった時に、ああそうドラとかもありますし、ね、はい、今はクライマックスがねないことが、そうなんですよね。クロック2ドローもできないからですね。ここでクロック2ドローがもし入れたら僕はマリウンを叩いてましたね。トランスするとトランスするぞって山の中薄くするぞって言ってこうなんかトリガーとかも操作しながらいけますね、はい、2枚返せますからね、はい、ドラをですね。あ確かにそれはあ大きいですね、うん、まあただクロックに1枚有効が見えてるので、はい、まあ返せても1枚かってところではあったんですけど、そのノーコストで山に2枚ドラを戻せるっていうのはですよね。本当にそれが、まあ、このデッキの強みというか、うん、ヒナロジの強みですよね。独特ですよね、はい、ちょっとここ僕数字の計算を間違えてます。なんか溜まり出すともう大変ですよね。はい、多分前に出したリオンの数字を間違って足しちゃってる気がします、ね、あれもう返せないんで大丈夫です。だからハンドもバレてるんで、まあそうですね。もう2000低いはず。あ、そうなんですね。はい、まあそこ1万500、1万、あでマーカー入れますね。そうっすね。115135、14か、はい、あまあ関係ないですね。飛べーって飛べーってもうねこれね、ここで多分マーカーを入れてないのを思い出しますね。あ申し訳ないと手刀を切って で、ね、でまあ僕から見ると相手のザンクラ4枚あるので、はい、で反応に連動があるので4キャンやったな、4キャンされたら嫌だなってところで1枚めくれたってめくってくれたので、もうこれは多分勝ち確ですね、うん、はい、後ろにさっきスタンバイで遥かなですね、スタンバイ行きましたね。であとはまあこれ思い出に飛ばされなかったので3コストアンコールして3パンしてカナタ2枚もいるんで問題ないかなって感じなんですけど。なるほど、確かに、はい、2点パン飛ばして終了ですかね。その動きを本当に大丈夫かなって今言ってるところですね。本当に勝てるかなって今不安になってるんですね。このカード本当に強いですよね。強いですね、うん、もう本当に公開された瞬間の、はい、こうモチベーションの上がり方がすごかったんです。僕は遥かなたに回復と爪が来たもう大喜びでしたね。絵柄も可愛い。道中だったんですけど問題は、はい、こう3レベルだけ来てもこう
道中で下っちゃったらこう罪に行きづらい、はい、そうですって思いやったんですけど、1レベルの連動がすごく優秀なのでってくれたから、しかも同じクライマックスでしたからね。ですね、本当に言うことないですね。ベストショットが増えてますね。増えましたね、いらないんですけどで、まあ叩く意味もないのでここはもうそのまま打ちますね、はい、連動で、はい、で、彼方がいることが条件なんですけど、はい、それもまあほぼほぼ大丈夫そうなのでそのままですね、はい、もうパワーの計算も諦めてますね2点番が通ってゲームセットですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、ということで対戦終了しました。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。はい、今回はリトルバスターズ遥かな時空を使った小平さんの勝利ということでした、はい、ありがとうございました。非常に苦しかったですもう狙い通りね、はい、トランスを封じられたので僕は満足しました、はい、気持ちよかったです、はい、なんかもうデッキを対戦させる前から結構ね先見えてましたけど、まああれをうまくねこう活用するさせるところを見せられて、それはすごく良かったかなって思いますね、はい、連動もしっかり綺麗に決めていただいて、そうですね、はい、もうど振り返りとしてはこれ以上ないコメントをいただいたかありがとうございます。ありがとうございました、はい、すごくね面白いデッキだと思うので、そうですね、ぜひ皆様にも使っていただきたいかなと思います。はい、ひなろじもそうですね、トランスに頼りすぎちゃった構築にしてるのも問題だったかなっていうのが一つ、頑張ってごまかしはしたんですけどね、まあ、でもこう相手がリトルバスターズばかりじゃないってところも大事だと思いますし、そのおもてなし有効のこう使ったデッキというか、あの学園長を利用したデッキはやっぱりすごく強いと思うので、はい、あとは工夫次第だとは思うんですけれども、そうですね、今後のデッキの進化に期待したいところではありますね、はい、僕もヒナロジはすごく大事に使っているので、はい、これからデッキの構築をちょっと考えていきたいかなとは思います。よろしくお願いいたします、 お願いします。はい、それでは今回は、リトルバスターズ遥かな軸を使用した小平さんの勝利ということで、動画の方を締めさせていただきます、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。